はいどうも、カッパ委長です。さてと、じゃあまあ、まあ、別にこの自民党さんをこのね、狙い撃ちして、このね、攻め立てた覚えはないんですよ。やっちゃいけないことやってたのが、バレるのが悪いんじゃないですか。いやまあ、ばるのが悪いって言うと、ちょっと言い方違うよな。やっちゃいけないことやってたやつが悪いんであって、ね、それがまあ、国会議員だろうが、ね、なんかもう、都道府県のね、このボスだろうが、ね、地方のこのね、えー、県とか、あとこの区市町村の議員だろうが、 なんだろ、民間でもそうですよね。ね、うん。う金ちょろまかしてたわけだからさ、ちょろまかしてたって言うとちょっとなんかもう、小さく聞こえるけど、要はそうですよね。うん。やっちゃいけないことを、ね、うん。やっていたわけだから。からそれはこう、かわいそうとかね。いや、今そういう場合じゃないとかね。えー、どっちが先でどっちが後でとかね。そんな話ははっきり言ってどうでもいいんで、多分そういうなんか異論反論は出てくるような気はしますけども。 ね、だってこの統一教会の時もそうでしたよね。ね。自民のツボはいいツボなんだ、みたいな。はあっていう話でしたよね。ずっと僕は言ってますけど。うん。まあいいでしょう。でね、そんな中、ね、まあじゃあ自民党さんばっかりね、やんやんやん言うと、ね、またなんかこのカッパお前半日かよとか言われちゃうからさ。<laughs> じゃそんな自民党さんの中で、この,この金じゃない全然別なところで、なんかもう総攻撃を受けてるね、この女性議員がいらっしゃいますよね。杉田美桜さん。 うん、杉田さんはねもう数少ないって言っていいんじゃないですかね、えー、なんとか頑張っていただきたい議員の、ね、先生の中の1人じゃないですか数少ない、うん、でねすごいんですよ公立高校のこニュース見ましたとある公立高校の学内の期末試験の問題にね こいつはとんでもないけしからんふざけた真似し腐ったとんでもないやつなんださあこの人は誰でしょう杉田みよ正解まよ、あ、う簡単に言うとそういうね問題が出題されてたんだってむちゃくちゃでしょ <laughs> てか公立高校うんいやこれ試験の出題に名を借りた個人攻撃ですからねしかも公立高校なのに堂々と変更捏造嘘でたらめこいてね しかもこの生徒にね、この杉田美桜っていう名前を書かせようとしてるわけですよ。いや、これ問題作ったやつ、普通にクビだろ。でしかもこれ、もうとっ捕まえてぶち込んで尋問だよね。ねいや、だって普通に考えて、いや、百歩譲って政治的なこの思想、政治的でもないんだけども、まあ、考え、ね、そういうなんか思想、心情的な部分ではまあ自由があったとしましょう。 学校の試験でそれをこのなんか個人の考えとかさ、ね、そういったものをこの反映させて、ね、いやこの偏った、だだからこのあれだよね昔ながらのこの、なんだっけな、あーもう日教祖全開バレバレのさ、そういう,このもうガチでゴリゴリの教育、あれなんかはまさに典型的じゃないですか。ね、嘘でたらめこいて、ね、もうとにかく日本が悪い、日本が悪いって。 ね、これなんかもそ,それと同じかそれ以上かなもうただ単にこの個人攻撃だからねうんでまあこれ北海道の高校北海道の高校なのかなこれまあこれ何の授業のテストなのかな多分ま僕の時代でいうところのこのなんか政治政治経済いや公民かな 憲法とかそういうなんかあのジャンルだと思うんですよね。まあ、社会科ですよね。でね、えー、各文の内容、ちょっと画像見づらいんですけども、まあ、興味ある方、ちょっと探してこの、うん、確認してもらいたいんですけどね、えー、と結構の数のこの出題数のうち、えっ、ー、と、1、2、3、右側の列の大きい枠でいうこの3番の その中のこの中こ丸13番かな、えー、ブログの記述が在日韓国人やアイヌ民族への人権侵害に当たると法務省から認定された衆議院議員の名前はっていうそういうなんか問題が出されてるんですよね。すごいですよね。要はこんなんやりますよね。うんまあ、これ、どうもやっぱり北海道のとある学校だから、まあ、いわゆるこの北京層。 っていうやつですかね札幌アイヌ協会が受託するはずの事業の一部を不自然に再委託されてまあ、公金出発アッパチャプ3件ですよねで集団内部告発された人の名前もぜひ書かせたらよかったのにね、うん、20年の頃札幌雪祭りでしたっけあれ何かありましたよね、うん、いやーひどいねようこんなこと本当やらせるよな、うん、いやこういうの罪に問うべきだと思いません、うん、いやついみたいな そんなんなじゃねえだろうってでここでまたねどういうわけかこのね今話題のアンミカさんが出てくるんですよ <laughs> すごいねこの人な人気者なん, <laughs> なんか早速この CM 叩かれてブチ切れてるらしいじゃないですか、うん、でこのアンミカさんも、ね、でもある意味アンミカさんが、ね、この杉田さんにこの唾吐いていくってことは、ね、やっぱりそういうことなんですよね 反日売国勢にとって、だからもう日本、本当この杉田さんをどうにかして守んなきゃダメなんですよね、本当は自民党が。全然じゃん。うん、そんなことしてる間に、ね、うん、もうあ、あこぎなこと、ね、汚いことやってたやつから、もうバタバタ勝手に今倒れてってますけど、<laughs> むしろ、まさかの。 えまさかの杉田総裁あるかな <laughs> 気づいたらなんか全員死んでたみたいな。あれって。<laughs> おかしいな。<laughs> 結構なんかもう満身創痍ぐらいの、ね、もう心身ともに、ね、疲弊して、うわ、もうこれ以上やられたらさすがに私も我慢の限界っていう時に、は <laughs> 見たらなんか、あ,あれ <laughs> なんか誰もいないんだけど、どうしちゃったのかなみたいな。じゃあ、いっか。はい、じゃあ、私、総裁やります。みたいな。賛成も反対もない。みたいな。<laughs> まあ、そんな漫画みたいなことにはならないと思いますけど。むしろ、それでもいいと思いますけどね。うん。まあ、ちょっとね、それは冗談ですけど。で、まあ、そのね、とある番組。もう結構前だよな、これ。あのー、なんだっけ、昔のお昼の番組の、あ坂上さんが、ほら、やってた、あの番組だから、 何年前だろこれ。で、その番組内で、ね、アンミカさんがね、この杉田さんにこの対して、ね、涙がちょちょ切れるんですよと、ね、腹が立ってねって、不勉強なくせに、ね、勢いだけはあるっていう、ね、死理滅裂で、自己紹介ですか、これ。<laughs> 立たちが悪いね、その立ち悪いですね、あんたら。人をすごく言葉のナイフで切り裂いて。 女性の活躍推進って言われている時に、えー、いや香木公,公の人が生産性なんていう言葉でよよよよよってやってるんですよこれはなんとかしないとダメかな <laughs> ねえどん兵衛じゃ止まらねえってさうんいやもうどっちがだよって、ね、不勉強ってどっちがだよていうかな なきゃいいと思ってる、このね、このなんかもう少年も気に食わねえよな。うん。え何なんか女の武器かなんかを使うつもりな、使ってるつもりなのかな同情なんか発生しないぞ。うん。てかもう正体バレてるのにようやるよな。うん。まあ、テレビや界隈ならではの、ね。うん。まあ、ある意味、そういうこの韓流様式日みたいなもんだけどね。早いとこ、こういうのが成立しない世の中に戻さないとね。日本もね。 いいい加減モタモタしてないで、うん、だそのきっかけになればね、いいと思うんですよ、今のこの自民党のさ、ね、この裏金騒ぎ。どうもそこまでね発展させねえつもりのような気がしてさ、ね、自民党のこの安倍派止まりのような気がするんだよね。あんなところで止めちゃだめだよね。一層だよ、一層、さっきも言ったけど。うん、厳しいなそうワディどうなるんだろうね、ワディ。あいつ出てこないのかな。 ね、なんかこのトルコ絡み、クルド資金みたいな、ねうん。そういうのでなんかもうあいつも沈めることができればいいと思うんだけどな。うん、さて、じゃあ次の動画は、ね、そのワーディでいきましょうか。はい、今回は以上です。